逆転裁判2、前回の追加プレイしていきましょう。さて、突きつけられるもんもないから一旦移動しようか。移動する。テント内入っちゃっていいのかな。入っちゃうか。意外と狭いんだな、サーカスのステージって。みんなこんなところで曲芸とかしてるんだね。ほら、七夕くん、トンボ帰り、トンボ帰り。できないよ。なんだ、見かけ倒したな。どんな見かけだ。何？七夕くん。僕じゃないぞ。なんか、絵のテイスト、リアルだな。トラだよ。こっち来るぞ。ナルトくん、死んじゃいや。ナルトくん、ステイ。ラトウ、ステイ。ラトウって。死んだわけじゃなさそうだな。なるほどくん、なるほどくん、大丈夫？びっくりした？うわ、なんかきらびやかなのが来たな。ゴージャスだな。こいつがやったのかな。ねえ、可愛いでしょ。ラトウって言うんだよ。どうしたの？二人とも黙っちゃって。どうしたのじゃない。なるほどくん、死ぬとこだったじゃないの。そんなことないよ。この子は人は噛まないもん、めったに。それに生で虎と遊べるなんて普通できないよ。よかったね。よかったよね。ね。何うなずいてんだ、ナロドくん。あ、そのコスチューム。かわいいね。ミリカも着てみたいな。これコスチュームっていうか装束。今度ミリカにも着せてよね。あ、いいけど。本当？すごい嬉しいな。すっかり和んでしまった。あ、自己紹介まだだったよね。ミリカっていうの、文字使いなの。私はね、綾瀬と迷い霊媒師だよ。七戸龍一、弁護士だ。文字使いと並べられると僕たちまで芸人みたいだな。よろしくね。こちらこそ。話すか？事件について。ねえねえ、ミリカちゃん、昨日のこと何か知ってる？あ、もしかしたらね、殺人事件。そうそう、それ。ミリカのパパが死んじゃったやつ。あ、そうなんだ。そうそう、って、何？あの、団長さんってミリカちゃんの？うん、パパ。そうだったんだ。ごめんね。ごめんねって何が？昨日の夜はみんなここで練習してたんだよ。パパもいたの？うん、みんないたよ。でね、10時に解散したの。みんなバラバラになって、ミリカだけちょっと残ってたの。どうして？ラトウと遊んでたんだ。ラトウ、あのけど、お前な。そのうち警察が来て行ってみたら死んでたの、パパ。パパが死んだってのに、なんでこんなケロッとしてるんだ？もう少し情報が欲しいな。パパについて。ミリカのこと。ねえ、文字使いなんだよね。すごいな。そうかな。だって怖いでしょ？怖い？どうして？ラトウはね、とても可愛いの。レオンがいなくなってから、ミリカの一番のお友達。レオン？ライオンだろうな。うん、ライオン。ライオンのレオンに虎のラトウね。レオン、死んじゃったの？うん、殺されちゃった。パパに。え？なんで？わかんないの。なんでかな？そんな無邪気な目で見つめられても困るけど。やっぱ、金の問題なのかな。ちょっと待って、調べてなかったな。
あ、はしごだ。それは脚立だよ。どう違うの？同じようなもんじゃない？なんか前もこんな話したよね。もっと本質を見ようよ、ナロード君。どっかに似たような会話を交わしたような。これあれか。前回の最後か。あそこにあるのロープだよね。あ、違うか。まゆみちゃんと話したんじゃないのか。違うわ。あそこにあるのロープだよね。前作の最後だったら違うよ。綱渡りのロープなのかな。おかしいな。この間のプログラム、綱渡りなんかなかったよ。なんか、ヒントになるのかな。特に手がかりになるようなものは入っていない。じゃあ聞くよさ、なるほどくん。特に手がかりになるようなものって何？血まみれのナイフとか。そりゃまあ入ってないだろうね。そら入ってないわな。あ、あれ？あそこから出てきたんだよね、マックス。ああ、あれはかっこよかったな。あのね、今度のステージ、ミリカもあそこから出るんだよ。それとはすごいね。ラトの背中に乗って飛び出すの。私もやってみたいよ。ナロド君の背中に乗って飛び出すの。なんで僕なんだよ。マックス。客席結構遠いね。でもかなり人が入れそうだな。500人。あ、すごいね。ちっちゃいライブハウスぐらい入るじゃん。ちっちゃいライブハウスどころじゃないか。500人くらい入るんだよ、お客さん。へぇ。その上を飛び回るの、すごく気持ちいいんだって。マックスが言ってたよ。違う。わあ、大きなライト。ミリカライト大好き。ミリカにライトが集まるとみんな拍手してくれるの。だってミリカちゃん可愛いもんね。そんなことないよ。マユちゃんだって。え？きっとなれるよ、ヒロインに。いや、本当？ねえねえ、じゃあさ、ナロド君はどう？どうかな。ダメだって。ちょっと傷ついた。こんなもんか。話すのはダメか。どうしようかな。なんか聞いてみるか。これ突きつけてみる？これなんだけどどうかな。ミリカ難しいこと苦手だな。ダメか。すごいみたい。マックスのこと聞いてみるか。あ、マックス、ねえ、マックスは今どこなの？知らないの？逮捕されたんだ。団長さんの事件の容疑者として。大丈夫だよ。私たちが助けてあげるから。マックスじゃないよね、本人。もちろんだよ。ミリカね、いっぱい悩んでるの、今。へえ、なになに？どういうこと？なんかあんの？悩み事。ねえ、教えてよ。何を悩んでるの？じゃあ、まゆいちゃんだけよ。え？ね。ごにょごにょ。え？ほんとに？さらにね。うわ、すごいな、ミリカちゃん。泣かないで、ナロードくん。いいんだ。僕なんか。あのね、ミリカちゃん、愛の告白をされたんだって。告白？しかも、あのマックス・ギャラクティカにだよ。いくつ盗んだんだ？あいつのハート。でね、同じに別の人からも告白されたんだって。誰？リロって人。リロ？テノールかしらって。まだ会ってないな。モテモテだよね、ミリカちゃん。彼女不思議な魅力あるからな。本当にね。私もしたくなってきたもん、告白。実は僕もだ。どういう会話なんだ。あ、違う違う違う。間違えた。一応これも聞いとくか。いけるかな。パパね、練習が終わったらすぐ部屋に戻っちゃった。部屋？そこのドア入ったところにね、団長室があるんだよ。なんかね、とても急いでたの。どうしてかな？団長の部屋か。
行ってみた方が良さそうだ。移動する。団長室。ここは団長さんの？そう、被害者の部屋だね。気が抜けマックスはこの部屋で団長に会っているはずだ。そういえばそんなこと言ってたね。それにしてもすごいな、ポスター。あ、マックスのポスターがあるよ。欲しい、ナルト君。やれやれ。調べる。いっぱいあるよね、ポスター。そうだね。これなら1枚くらいなくなってもわかんないね。ダメだぞ、勝手にもらっちゃ。だってほら、ナルト君だって気づいてないでしょ？ん？すでに1枚失敬していたらしい。じゃないよ。ダメだろ。娘大好きなんだろうなーって感じはするけど、今までの公演で使ってたものなんだろう。やっぱりこれからはポスターだよね。どういうこと？うちの事務所の作ろうよ、ポスター。手に汗握るスリルとサスペンス、そして恐怖。絶体絶命、命をかけた法廷ショーとかどう？依頼に来なくなるぞ。まあね、安心感欲しいよね。すごいな、トロフィー。可愛いトロフィーがいっぱいあるよ。すごいね。いろんな賞を取ってるんだ、このサーカス。ないのに？町内クイズ王、団長杯、ゴルフコンペ、大食い選手権優勝、ペット自慢グランプリ。こじんまりした人だったんだね。意外に安っぽいね、団長さんのデスク。大きい写真立てがあるぞ。写ってるのは、団長さんと、ミリカちゃんか。団長さん、本当に可愛がっていたんだ、ミリカちゃんのこと。の衣装か、これ。これって塩ビ服って言うんだよ。知ってるよ。どうしたの？ポケットから白い紙切れが覗いてるね。ほう、どれどれ？ダメだよ、まゆちゃん。勝手に人のポケットを探っちゃう。私ばっかり悪者にする。え、調べないんだ。団長さん、ここでお化粧してたんだね。化粧品の瓶が並んでる。派手なのばっかりだ。100% 天然素材のマスカラって書いてあるよ。こっちもお肌に優しい動乱だって。いろいろ気を使う人だったみたいだね。これは？来客用のテーブル、書類が置いてあるな。あ、これ。マックスの出演料書いてあるよ。どうした？こんなに儲かるんだ、魔術師って。驚きのあまりちょっとよろめいてる。どれどれ？ね？確かに。これはギャラ値上げ交渉の、ギャラ値上げ交渉の書類だ。団長のサインがしてある。日付は、どうしたの、ナロード君。マックスのギャラが上がってるんだよ。事件の一週間前にね。ギャラ、アップの交渉したのに、また行ったっていう話になるのか。なんか泥がこびりついてるよ、このテーブル。確かに。行儀の悪い客が靴のまま足を乗せたんだろうね。マックスだろう。ダメだよ、ナルト君はそんなことしちゃ。しないよ。ちょっと詰めに行くか。なんだろう、写真が並んでるよ、ずらりと。このサーカスの歴史、みたいなもんだらしいね。いいね、なんか、思い出がいっぱいって感じで。そうだ、私たちの事務所でもやろうよ、それ。無罪になった依頼人の人たちの写真、じゃんじゃん飾るの。有罪になった人の写真、依頼人は？演技悪いから外しとこうか。現状いないよね。ダメだよ、負けることなんては考えちゃ。じゃあ移動して。糸の子ちゃんに一回会いに行くか。この辺突きつけても仕方ないもんな。これ聞いとくか。どうもこのサーカスでは徹底的に嫌われて、もう評判の悪いこと悪いこと。留置所でもみんなのことを見下してたみたいだしな。でも評判が悪いからって犯人ってわけじゃないでしょ。評判だけじゃないっす。しっかりやるっすよ、証拠も。
え？現場にこいつが落ちていたっす。あの手品師のトレードマークっす。なんでも特注のシルクハットらしいっす。かっこいい風がついてますからね。マンとシルクハット、胸の白いバラがやつのシンボルっす。ありがちなシンボルだな。いいんだよ、わかりやすい方が。怒られた。それに今回もいたっす。何がですか？目撃者っす。え？その話詳しく聞かせてください。おお、これか。あの目撃者って一体？おっと、そいつはダメっす。教えるわけにいかねっす。検察側の切り札っすからね。仕方ないか。あ、そうだ、あんたたち言っておくすが、この先の宿舎には入っちゃダメっすよ。どうしてですか？いや、別に、ふと思い浮かんだだけっす。どうやら、目撃者は宿舎にいるみたいだね。行ってみよっか。ダメっすよ。じゃあ、一旦ここで区切って次回、行ってみるか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。